それは何屋さんですか？これはあの竹と、はい、竹のランプとランプ竹のスピーカー。あ、スピーカーなんだ。そう、なんかジョータのスピーカーですね。あれすればイベントとかだったら。ホワイトヨタの取れた畑で、はい、ホワイトセージを育ててて、あ、そうなんですね。いいですね。ホワイトセージ昔炊いてたわ。ちなみにひょうたんおいくら万円ぐらい？ひょうたんはいろいろなんですけれど、はい、だいたいこのサイズだと1万円ぐらいですね。1個は5、6000、1個だけで5、6000。あ、じゃあ2つで1万円ぐらいで、よっぽど気に入って、はい、交渉で交渉で、皆さんそうみたいですよ。交渉次第みたいですよ。ちなみに今竹で炊いてますね。はい、これ朝ですか？これ朝ですね。すげえな。普段どっかでお店やられてるんですか？ずっとね、大体お店やってるんですけど、はい、まあイベントで受注生産でね、受注生産でやってるんです。もっと太い竹でスピーカー作ったりとか、はいはいはい、今日、うん、ね、今日ライブやられるんですか？今日やります。な、あれ、なんていうの？足立カーノスって言うんですけど。足立カーノス、足立なの？足立です。足立、足立の近いのって。足立近いの。そうなんだ。何時から？2時から3時から？今日はね、3時から。3時から、ね、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、もしかしてライブやられるの？僕ね、あのね、やりたかったんだけど、あの、上手い人がいっぱい出るから身を引いて、今日はあの、子供たちのボランティアでちょっと参加しようかなと思って、はい、2階でなんか一応なんかギターも持ってきて、なんか音遊びして遊ぼうかなと思って。いいですね。でも子供いないからもう帰るかな。